度合い足りてない第3弾わかんないですけど、ショルダーターンって前動画でやりましたよね。回転してください。その、まあ、度合いがですね、やっぱちょっと弱いんですよね。平井弘明のワンラップゴルフ。回転が足りてない？それは足りてないの？足りてない。やり方が違う。両方。両方。うん。あ、まあ正しく言うと、うん、やり方が合ってないから回転できない。あ、そうだよね。そう。の方が正しいかな。俺できなかったもん、今日もだった。なんで回転できないかっていう問題になってきますよね。うん、先に移動したら回転できないんですよ。回転して移動します。回転して移動する。そう。ちょっとでもほんの5ミリでも、うん、回転動作が入ったら、うん、回転ってできる。うーん、だけど先に移動したら、うん、回転って詰まるの。あ、前ここで終わる。前に行っちゃダメなの。ここまでなかなか行けない。へ、今止まってるからゆっくりだと行けるけど、あれ振りに行っちゃったら、うん、先にこうやって行ったら難しいんだよね。止まりやすい。プロは行けるの。相当やってんだから。でもアマチュアの方がやると、うんうん、ここで終わりになる人が多い。なんだろう、こう向いて、うん、こうやっていくでしょ、うん、したら90度今向いてるじゃない、うん、アドレスから、うん、もうちょっといってほしいんだよ。斜め90度からまた斜め45度ぐらい、この方向に胸が向いて、うんうん、こうやってフィニッシュを取っててほしいんだよね、うん、この向き、そっちに打つぐらいの感じ。ここが正面、うん、これぐらい胸、うん、向いて腰は90度から92、3度ぐらいでいい、うん、そう、胸はもっと、そう、ここ正面でこの辺、うん、向いててほしい。それぐらいフィニッシュでこうやって向いててほしい。それぐらい肩って、あの、軸がまっすぐキープできてたら、うん、いくら回ったって害はありませんから、うん、そう、まあ、これ難しくなっちゃうんだけど、ボディーターン意識してるとか手打ち意識してるとかでも、うん、まあ、変わってくるんだよね、まあ、インパクトの体の向きにもよるんだけど、うん、手打ち意識してる人って肩止める人が多いんだよね、うん、こうやって、あ、はいはいはい、そうで、ボディーターンの人ってこうやって回転する、うん、まあ、それは右手意識してるか左手意識してるかの問題なんだよね、はいはいはい、フェード打つとかボディーターン意識してると左手リードが当てはまる人っていうのは、うんうん、もうちょっと肩を回転してあげないとダメなんだよね。インパクト詰まっちゃうから、うん、ヘッドを相当動かして手先でパチンって打つんだったら、たとえ止めたってドローは出るけども、うん、ナイスショットが出る、うん、その関係性というか、うん、こうやって打つ人が止めたら絶対打てないからね、うん、開くだけ、ただこうなるから、うんうん、それもダメだし、だから自分がどっちの球を打ちたいで、どっちのスイングをしてるのかっていうのが分かんないとやることが決まってこないから、うん、そういうのも関係してくるんだけど、うん、にしても肩回転が、この回転がちょっと弱い。みんな回転するもん、うん、回転してないプロいないんじゃないかな、うん、こうやってこうやってなってる人って、そんぐらいやっぱこうこうやって打つからね、うん、それぐらいやっぱ肩って回転した方がいい。あれ、あの、後ろ足に軸の方がまだ回れるってこと、うん、回れる回れる回る、そうそう、ほんとその通り。右太ももでこうやって回れた方が全然こうやって回れる、うん、あ、それが前の足に行っちゃうと、そう、こっちの足に行ったらもうこっからこうなかなかここまで行けないからね、あ、まあ、そこまで筋肉がないでしょ、うん、相当トレーニングしない、こっからこうバッてこうやって上がる筋肉って相当だからね、うん、こっち側の方が全然楽にこうやって回れるから、だからセンター軸で回った方が、まあ、楽は楽だよ、ね、こうやって、うん、あ、もう本当にこうやってパッて回って右足立てるだけだから、こうやってそしたら全然こっち向くからね、もう、はいはいはい、ここ正面でこっち向けるから、なるほどね、それを楽で、なかなか回れないなと思うんだったら、ちょっと後ろ足軸でやってみて感覚つかんでから戻してて、そう、そっから回ったみたいな、打っていくぐらいでいいからね、ああ、そのぐらいでいいよ、そう、全然全然、それで同時ぐらいでちょうどいいから、ほんとイメージはこうこうやっていくぐらいの感じでも全然いい、うん、
何でもやっぱ最初ちょっと大げさに感じつかむ時はやってあげて、でつかめてきたらまあ同時になってくるぐらいの方がいい、ね、結構やっぱ多いな肩回転足りない。なんで肩回転してもらいたいかっていうと、アマチュアのほんと8割が右サイド下がるわけよ、こうやって、右回転したら下がんないからね、こっち行くんだって。へー、そういうのも軸まっすぐにして回転してあげたら右サイド下がってる時間ないから、だからクラブが上から入れるでしょ、そうだからクラブが上から入りやすい、回転したらこう。へー、そうなんだ。そうそうそう、右サイドとにかく下げない、だからそういうのもめっちゃくちゃ大きい。結果的にそうすると結構イメージ的にはボールになんか直線的に向かってる感じになるの。うん、そう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 、こうだから。あ、そうなんだ、そのイメージだね。そういうイメージだね。あ、それあれだ、でもみんなが嫌いなアウトサイドインになってる。あらららら。あの全然プレーン上でもいいんで、プレーン上でもいいから右肩をこうやって回してあげる。右肩をね。そう。そう。そしたら右サイド下がらないから上からこうやって入れる、それめっちゃあるな。どうか下がらない方がいいんだ、ここでこうバッてこうプレーン上にこうやって降りてきて、ここからこうやって。あ、なんか打てる気がする、スローやっていい。こういう意識、なんかいつもそのスロー見て俺思うんだけど、その打った後、ヘッドにつられて手が上がっていくのがいいよね。かっこいいよね、なんか すごいいいとこ見てるね。そうでしょ。あの今日のレッスンもそれやってもらったの。あ、そうなの。あ、ヘッドからフィニッシュにゴールしなきゃ絶対ダメよって話をした。ああ、それがかっこいいよね。かっこいいよね。かっこいい。でこうやってなるじゃない、そう、必ずこうやって、なんかヘッドに持ってかれてる感じが。そう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 、だから9時3時より上はイメージクラブという腕は90度だから、ずっと。こうやって、そう、このイメージ。それができないとマキロイができないと。そう、くるくるが。そう、今トール君のカメラから、この角度、この角度で振ったら、めちゃくちゃいいスイングに見えるこの角度、そう、すっごいよく見える。あとこの角度ね、この角度、あ、そう、どうでもいいんですけどトップもヘッドからトップつくの、こうやって。ああ、はい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 、ここに、あの八景島のイルカのバブルリングがあってそこの下からヘッドをこうやって通すの、こうやって。あ、はいはいはい、こうやって、でそこヘッドから通ったら90度になるじゃない、下から通ったら、その90度をキープしたまんまこうやってトップに行く。そうで、フェースがまっすぐ立ってるかどうか、まっすぐになってるものがターゲットを向いてるかどうか、そのチェック。こう、でこっからまた反対側、さあここにまた輪っか作って、ここをこうやって、なるほどね、そう、こうやって、そしたら上はずっと90度、そしたら綺麗に見えるショルダーターンからビスイング動画になっちゃったけどさ、でもそれぐらいそこに入れられるのは回ってなかったらできないから、ここを回すんじゃなくて、こっから上ね、回すの、こう、みんなこうやって回すから。そうなんだよ、回したくなっちゃう。そう、ここを上、こう。そうなんだね、だここ上半身につられた分しかこうやって回んないっていう、
どっちかというとこうやってロックしてる、本当にこうやって、うん、でこっち側もロックしてる、こういうこういう状態、それでパワーたまる。だから本当にね、こうグーグーってこう肩を捻転をねこうやってつけといた方がいい、うん、その時にちょっと姿勢よく、まあ、若干反り腰っぽい感じでこうやってストレッチ、そうするとこう股関節に入る、こことここにこうやってこう、そう、これほんと1日10分ぐらいで全然なる。ああ、そう、あ、回るようになる。全然なる、全然なるし、トップ行った時にあ、この感覚って分かったらいい。ああ、そう、パカッて張るような感覚があるから、その感覚になることが大事。バックスイングもフォローもね、それぐらいこう上が回ってきた方がいいよね。そのショルダーターンの意識を持って練習してみてください。その度合いがちょっとやっぱね、見ててちょっと弱いですね、うん、で強めにフォロースルーでグッとこう押してあげるために肩もついていかなきゃいけないので、そこをセットにしてみてください。はい、その意識で練習をお願いいたします。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。